皆さんこんにちは。こちらは秋月電子通商のヘッドホンアンプキットです。値段は540円です。今回はこのキットを使ってオペアンプの音の違いを検証していきます。このキットの仕様はご覧の通りです。オペアンプは NJM4580DD が使われています。一般的なオペアンプなので大きな電力を取り出せません。 1% の歪みで再生できる限界は 0.6mW です。回路はこれ以上ないくらいにシンプルです。オペアンプの比較に最適です。出力インピーダンスを決める抵抗が47オームです。このままだと十分な出力が取れないので1オームに変更します。今回比較のために用意したオペアンプは次の通りです。1番の 4580DD はキットに付属するオペアンプです。実売価格は1個60円です。2番のミューズは特に音質にこだわって作られた製品です。3番の OPA627 は最も音が良いとされる製品の代表です。マーク・レビンソンで採用されているようです。前回はオペアンプのキットを作る様子をご覧いただきました。今回はこの完成品を使ってオペアンプの音の違いを見ていきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。ほとんどフラットで重なっています。オペアンプには音色がありません。3つとも完全に同じ音です。こちらはイヤホンに相当する負荷をつないで測った時の結果です。 0.6mW は 1% の歪み率で再生できる限界です。低域のドロップはカップリングコンデンサの影響です。少しうねっているのは歪みのせいです。こちらもほとんど同じ音です。歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。60円の4580が最も優秀です。ミューズと OPA627 はこれよりほんの少し悪い結果です。悪いと言っても耳でわかるレベルではありません。こちらは4580の実際の波形です。完全無欠の波形です。素晴らしいですね。ダイナミックレンジを見ていきます。3つとも重なっています。どのモデルもノイズに大差ありません。アナログの限界に近いところまで再生できています。出力インピーダンスを見ていきます。3つとも重なっています。平らな部分は出力抵抗の値そのもの。低域にかけての上昇はカップリングコンデンサの影響です。以上の結果からするとオペアンプには音の違いがないと考えられます。オペアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は60円の製品です。2番は高級オーディオ用。3番はマーク・レビンソンに採用されたとされる最高級品です。オペアンプには音の違いがあるのか、データに違いがなくても違う音に聞こえるのか、今回の視聴は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。
古いピアノにもたれて。音楽室の古いピアノにもたれて。音楽室の古いピアノにもたれて。いかがでしたでしょう。オペアンプの音の違いが分かった方は答えをお聞かせください。オペアンプには音の違いがありません。オペアンプの違いは性能の違いです。ラインアンプとしての性能は60円の 4580DD が最も優秀でした。これ以上のものは必要ないでしょう。マーク・レビンソンに使われているとされる OPA627 は設計の古い石です。これより性能の良いものが安く手に入る現在、わざわざこれを使う理由はほとんどありません。世間ではオペアンプに音の違いがあるように噂されています。物を見て値段を知った上で比較すれば、全部違う音に聞こえます。これは心理効果による錯覚です。趣味の世界ではこのような錯覚も重要です。音に違いがないことを知った上で、オペアンプの交換を楽しむのもいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。